山沿いを中心に朝から大雪となった県内。午後5時までの24時間に降った雪の量は、魚沼市守門で42センチ、湯沢町で36センチなどとなっています。一方で、朝から雪となりました新潟市中央区、今朝は積雪も予想されていましたが、しかし路面に雪は見られません。今朝の新潟市中央区は晴れ間も見える天気に。結構晴れてていい天気だねってさっき友達と話してました。昨日、架線トラブルにより一部区間で運転を見合わせていた上越新幹線と北陸新幹線は、始発から通常通り運転を再開するなど平穏な朝となりました。仕事はもう終わって帰ろうかなと思ったらもう動かなかったんで、一泊して帰ってきます。